1890年代のカバフィス・コンスタンディノス。カバフィスはギリシャの詩人。管理として働きながら書きためた彼の詩は20世紀における代表的な文学作品の一つであるとみなされている。カバフィスはキリスト教や愛国主義、異性愛に対する伝統的な価値観を攻撃する会議主義者であったと現在ではみなされている。しかし彼自身は このような立場に大しと惑いを感じていた。彼は200に及ぶ施策を発表したがそのほとんどは40歳になってからのものである。カバフィスはエジプトのアレクサンドリアで生まれた。父は裕福な貿易商で宝石商の娘であった母と結婚式人の子を設けた。1872年に父が亡くなった後、家族は一時イギリスのリバプールに移り住んだが、5年後には、 アレクサンドリアに戻っている。1882年に同地で暴動が起こると、再び家族はエジプトを離れ、イスタンブールに移住した。火山が傾いたこともあり、カバフィスは1885年にアレクサンドリアに戻って、エジプト成長の役人として働き、1933年に死去するまでこの地で生活した。1891年から1904年にかけ、 親しい友人たちに自身の刺繍を自家製本の形で配布した。没後にカバフィスの名が知られるようになるにつれ、その作品は現代ギリシャ文学における最も優れた作品であるとみなされた。日本でも夏季の作品と伝記が翻訳出版されている。カバフィスの作品はギリシャの文学、歴史上の人物を簡潔だが暗示を含んだ文体で描いている。不確実な未来。 感能的な喜び、ホモセクシャル、故郷に対するノスタルジアなどがテーマとなっている。生前には公には出版されなかったが、1935年になり初めて作品がまとめられた。著名な英訳にレーダル版訳、ザ・コンプリート・ポエムズ・オブ・コバーフィーがある。ありがとうございます。